皆様、今日も井出急行模型チャンネルをご利用くださいましてありがとうございます。今回は国鉄が最優先で走らせた特急鮮魚貨物列車銀鱗号を加藤のレサ1番系で再現します。よろしくお願いします。1966年昭和41年に九州各地や下関で水揚げされたアジ、サバ、タチウオなどの鮮魚をね、東京、大阪へ高速で運ぶために特急鮮魚貨物列車が設定されました。はたぶ東京市場間で運転された第7052列車トビウオ号、博多港大阪市場間で運転された第7050列車銀鱗号で、今回は私大阪在住なんでね、銀鱗号のつもりで行きたいと思います。模型は加藤10の271国鉄レサ1番系高速冷蔵車鮮魚特急トビウオ銀鱗8両セットと、これまたね約25年ほど前に単品で買い揃えたレサ1万を使用します。いじったのは筋笛の墨入れとレムフ1万のダミーカプラー化および手すり空気管コックの白塗装。手すりについてはね、表現されていない箇所もありましたが、白をね、色入れするだけで手すりがあるように表現されるのでおすすめです。それでは、国鉄最強の電気機関車 EF66 で時速100キロで運転できるレサ1万、レムフ1万を何両も連結して走る特急鮮魚貨物列車の走行シーンをお楽しみください。走る路線は大阪恵比寿町のジオラマ103様で撮影させていただきました。1980年昭和55年の改正で7052列車トビウオ号は5050列車と変更され、行き先に横浜市場が追加され、7050列車銀鱗号は5054列車となって、行き先に百済、神戸、京都の各市場が追加されました。細かいね、運転方法はわからないんですが、おそらくね、吹田操作場に入って各市場向けに編成開放されて、あとは DD13 などでね、各市場へ運ばれていったものと推定しております。
視聴者様でご存知の方おられましたら、コメント欄でご教示いただければ嬉しいです。それでは特急鮮魚ファームズ列車の動画、この辺で終了とさせていただきます。模型チャンネルでは毎度お伝えしておりますが、ご自身の模型をいじられる際は自己責任でお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。ひできゅうこうチャンネルではコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。チャンネル登録は真ん中のある枠をタップするだけです。ありがとうございました。